レイムはレールガンに興味あるか？何よいきなり。日本が電磁レールガンの開発を加速させているらしいんだ。え？日本ってそういう国だったっけ？これに対して、C国が反対を表明、同時に開発に着手している。二枚舌すぎてドン引きだわ。ということで今回は、日本の電磁レールガン開発と、それを追う C国とロシアについてほじくっていくぜ。いいわね。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、日本が開発を進める電磁レールガンを世界が注視しているんだ。日本が特殊な兵器を開発するなんて珍しいわよね。確かに、戦略的兵器の開発に消極的かつ禁止派が多い国だからな。そもそもレールガンってなんだっけ？レールガンとは火薬の力ではなく、電磁力によって砲弾を飛ばす最新兵器だぜ。空想っぽいわね。いや、レールガンは決して非現実的な兵器ではないんだ。本当に？現在日本が開発を進め、実用化に近づいているからな。ええー。そして、このレールガンの開発実用化が、世界の軍事均衡を崩す可能性があるわけだ。道理でお隣さんが噛みつくわけね。そもそもレールガンとは、一体どういった兵器なのか説明していくぜ。他の兵器とは何が違うのか知りたいわ。一般にガンというと、拳銃や小銃、機関銃、大きなものであれば戦艦の主砲などを指すだろ？私にとってのガンは、月艦ガンガンかしら。霊夢にとってではない。とにかくガンの共通点は、いずれも創薬と呼ばれる一種の火薬を燃焼させて発生した燃焼ガスのエネルギーによって弾を撃ち出すことにある。うんうん。一方、レールガンは創薬の代わりに電磁力を使うんだ。電磁力ね。導電性を持つ素材で作られた2本のレールを方針として、その2本のレールの間に弾を挟んで接触させる。すると？その状態で大電流の電力を送り込むと、磁場の相互作用によって、レールと弾の接触部分で弾を推進する力が発生するわけだ。おお。高校で物理を学んでいた人は、ローレンツ力というとピンとくるかもしれないな。私は幼稚園しか行ってないんですけど。嘘つけ。それでは、火薬によらず電磁力で弾を発射することで、どういった違いが現れるのか説明するぜ。お願いね。レールガンと従来の火砲との大きな違いは速度と射程なんだ。レールガンは火砲に比べ圧倒的に高速長射程が可能となる。そうなのね。どれくらいなのかというと、レールガンが打ち出す弾体の速度はマッハ5以上と言われていて、攻撃可能範囲は 200km 以上なんだ。とんでもない化け物兵器だわ。マッハ5とは、時速 6170km、音速の5倍を指し、極超音速スーパーソニックと言われる速度だ。スーパーソニック。超高速で打ち出される分、弾の威力も桁違いにアップする。当たったら一撃ね。攻撃目標に命中すると、大きな衝撃力が発生し、相手に極めて甚大な被害を与えることが可能だからな。やばすぎでしょ。ぶつかるだけで、ものすごい威力を発揮するので、弾そのものに爆薬を仕込む必要もない。ということはコスパもいいのね。ああ。一段一段のコストを大幅に抑えられるのは大きなメリットだ。うんうん。つまりレールガンなら、敵から反撃される可能性が少ない遠方から、迅速かつ強力な攻撃を低コストで仕掛けられるんだな。最強じゃないの。ああ。このレールガンはどこが開発を進めているのかというと、やはり軍事力が大きい国は軒並み開発を進めているんだ。ちょっと怖いわね。アメリカ、ロシア、C国、EU、そして日本が現在開発中なんだぜ。いくつかいらない国が混じってますね。アメリカは開発の先駆で、実用化に向け海軍による艦上実験を行ってきたんだ。すでに実験レベルまで来てるのね。実験でのレールガンの威力は凄まじく、アメリカ海軍が公開した動画では、レールガンによって打ち出された砲弾が3枚の強化コンクリートをいともたやすく貫通している。嘘でしょ。他にも分厚い鉄板6枚に大きな穴を開けていたりもするんだな。もはやガンの領域を超えてるわ。低コストかつ、高威力のレールガンは、どの国にとっても魅力的な兵器なのは間違いないだろ？間違いないわ。戦術したようにアメリカ以外にも、C国やロシア、EU などがこれまでレールガンの開発に取り組んでいて、一体、どの国が最初に実用化するのか？が注目されてきたんだ。そりゃそうよね。だが、なんとトップを走っていたアメリカが、2021年に開発中止を発表した。ええー、しかも、2022年度の軍事予算の中で、レールガン関係の新たな資金提供を要求しなかったんだ。
どういうことだってばよ。アメリカはレールガンを、戦争の様相を決定的に変えるゲームチェンジャーと位置づけ、10年以上も開発に邁進していたのにな。なぜ、開発を中止することになったの？それにはいくつかの理由があると思われるんだ。一つには、在来の砲塔で発射可能な超高速発射弾でも、レールガン同様の効果が得られると判明したため、と言われている。すでに同じくらい威力がある兵器があったということ？ああ。これは、現に2016年、当時の国防副長官が講演で言及していることなんだ。ほほう。また、対抗兵器との優劣も指摘されていて、レールガンに近い水準の極超音速兵器で射程がレールガンの10倍程度を誇る兵器があるんだよな。レールガンが最強じゃなかったのね。そうなると、射程の短いレールガンは実際の戦闘で役に立たないと指摘する声も出てくるわけだ。すごい世界ね。一方、そんなアメリカとは対照的に日本は独自開発路線を選択する。独自路線？ああ、レールガンを日本単独で開発することにしたんだな。おお。令和4年度の防衛予算の概算要求にも、開発研究の継続が明記されていたんだぜ。日本ではレールガンがどのように活用されるのかしら？気になるよな。それでは日本でのレールガンの活用方法について説明していくぜ。お願いね。2021年9月2日に発表された令和3年度事前の事業評価内の将来レールガン研究という項目によると、レールガンは対空砲としてだけではなく対地対艦にも使用されるようなんだ。かなりマルチに使用されるわけか。対空砲としてはマッハ5以上の極超音速誘導弾への防空手段として使用されるんだな。防空手段なのね。従来の火薬式の手法では極超音速で突入してくるターゲットには対応できなかったからな。レールガンならそれができると？速度が速く射程の長い対空レールガンなら対応可能だぜ。ほうほう。一緒に対空ミサイルも活用すれば多層的な防空を構築することも可能だ。いいわね。対艦用途としては、防衛省のイメージ図の中では戦艦に搭載するだけではなく、地上移動車両にも搭載されている。レールガン無双じゃない。ああ、確かに長距離射撃が可能なレールガンなら、陸からでも十分に海上の敵を狙えるからな。そうよね。電源さえ確保できれば、地上移動車両により日本の沿岸のどこからでも射撃できるというのは、周りを海に囲まれた日本の防衛システムとして有用なんだぜ。日本独自の運用方法というわけね。また先ほど紹介した通り、レールガンのメリットは猛スピードのおかげで弾をぶつけるだけでも威力を発すると説明したよな。うん。防衛省の資料でも高速度弾丸により艦艇を新鉄という記載があるんだ。艦艇を？ああ、弾を敵艦の内部で爆発させるのではなく、そのまま貫通させることで攻撃することを想定しているんだな。貫通させるとかどんだけ強いのよ。実は、高速弾を敵艦の内部で起爆するように、新艦を調整するのは非常に難しいんだぜ。確かに難しそうね。走行のある空母と走行のほとんどない駆逐艦では、適切なタイミングも変わってくるしな。タイミングが難しいのか。それならいっそ、起爆せずに貫通させることでダメージを与えようというのが、日本の戦略のようなんだ。日本もダーティーになってきたじゃない。何がだ。だが、あくまで敵国兵器の迎撃、撃墜のためであれば、数千キロもの射程を必要とはせず、圧倒的な速度と破壊力を備えたレールガンは、日本の防衛力の飛躍に貢献してくれそうだな。そうよね。さて、そんな日本の独自開発路線に難色を示している国がいるんだ。それはお決まりの？ロシアと C国だな。やっぱり。ロシア軍は、対艦用の極超音速兵器として、スクラムジェット、極超音速巡航ミサイル、ティルコンを開発中で、実戦配備が間近に迫っているんだ。開発しなくていいんですけど。C国軍は、まだ計画が明らかになっていないものの、極超音速滑空ミサイル、DF-17 を対艦用に改造するとの噂もある。こっちも開発しなくていいと思います。ロシア C国は、日本にとって軍事的脅威をもたらす危険性が叫ばれているわけだな。ほんと危険な国よね。これら兵器への有効な対空装備となり得る日本のレールガンが、両国にとって目障りなのは間違いなさそうなんだ。目障りなのはどっちなんだか。特に近年この両国は、軍事協力の加速化、進化が世界中で注目されているよな。うん。
もともと C 国とロシアは、アメリカという大国に対抗するため、戦略面での相互協力を模索してきた国でもある。アメリカに勝ちたいわけね。ソ連時代は同じ共産主義国でありながら、イデオロギー論争や国境紛争などで対立していたが、ソ連が崩壊しロシアに変わってからは、両国の関係はより密になった。ほほう。特に2001年からはその動きが顕著で、6月には中央アジアにおけるアメリカの影響力拡大阻止を目的とした、上海協力機構への共同署名もしているんだ。迷惑な署名だわ。7月には中ロ善隣友好協力条約の調印も行われている。偽善的な友好条約ね。そして2004年には、長年両国の衝突の原因となってきた国境問題や経済エネルギー協力の拡大などについて、相次いで合意がなされたんだな。そんな合意あったわね。この流れは、プーチン専制体制が確立された2010年代に入って、さらに強まってきているわけだ。出たわね。悪玉プーチン。2012年5月、プーチン大統領が G8 サミットをあえてすっぽかし、代わって同時期に北京で行われた上海協力機構会議に出席したこともあったな。予定管理できてないのかよ。その席でアメリカの際限ないミサイル防衛計画を厳しく非難したことは、C 国ロシアの親密さと、両国とアメリカとの政治的、軍事的対立を象徴するような行為と言えるわけだ。テロリスト国家がなんか騒いでますね。軍事ウェブサイトグローバルファイアーパワーが毎年発表する軍事力ランキングでは、アメリカが1位で2位はロシア、続いて C 国が3位なんだ。ちなみに、日本は5位よね。ああ、いくらアメリカが1位、そして日本が5位だとしても、2位と3位のロシア C 国タッグが手強いのは言うまでもない。確かに手強いわ。そのため C 国とロシアの軍事同盟はアメリカにとって最悪のシナリオと言われているんだな。最悪のシナリオなのね。これは、日本にとっても極めて大きな脅威なんだぜ。むしろ日本にとって最悪のシナリオかもしれないくらいだ。どんどん物価は上がるし、誰のせいなんだか。仮にこれら共産主義、独裁主義国と民主主義国の対立が本格化した場合、地理的に狙われやすいのは、やはりアメリカより日本なんだ。やめてよ。日本は民主主義国の最前線として、共産独裁主義国と対峙していかねばならないかもしれないということだな。そういう時が来てるのね。C国とロシアからの攻撃に対する有効な手段として、レールガンの開発は日本の国防において非常に重要なものだと言える。そうよね。ただ、アメリカが開発を中止したという事実は大きく、レールガンの実用化は簡単ではないということなんだぜ。そもそも、なんでそんなにレールガンって開発が難しいの？レールガンの最大の課題は、電力供給なんだ。電力供給？例えば、出力64MJ のレールガンを実現するためには、常時64MJ の電力を供給できる環境が必要になる。しかも瞬間的に弾を打ち出すものなので、その大電力を瞬間的に供給できなければならない。瞬間的に大電力が必要になるのね。残念ながら2008年に行われた試射では、発射の度に4分間のチャージ作業が必要になったそうなんだ。4分間もチャージしてたら丸裸同然だわ。ああ、矢継ぎ早にどんどん打ち込んでいくというのはまだ難しく、レールガンの実現には優れた蓄電システムが不可欠だと言われているんだな。蓄電システムの開発が先なのね。日頃から電力をため、有事の際に一気に放出することが必要なんだぜ。難しい課題だわ。コンパクトかつ大容量の蓄電システムを実現できれば、レールガンを搭載できる戦艦や車両の幅も広がり、より柔軟に使用できるようになるんだがな。日本は電力生産量が少ないから。そうだよな。これまで培った技術力を一層高め、一刻も早く優れた蓄電システムの開発が待たれるわけだぜ。難しそうね。それでは今回のニュースに対して、様々コメントが届いているから、一部紹介していくぜ。お願いね。日本を侵略することを陰ながら目論んでいる C 国とロシアだけが反対している。ということは、電磁レールガン開発を推進しなければいけないってことだよね。つまり作れば抑止力になるのね。蓄電システムを合わせて開発実用化して、無言の圧力をかける状態を作り出してほしい。防衛力の強化なんだから、他国にしかじか言われるような話じゃないよね。頑張れ、日本。頑張ってほしいわ。開発成果の蓄積が簡単に盗まれることがないように、開発と同時にスパイ防止法の整備も急がなければ。C
スパイがお隣にいっぱいいるからね。C 国が日本に文句をつけるいわれはない。C 国の超音速ミサイルに対応できるにはこれしかない。日本はレールガンを作ったら、超音速ミサイルが無意味になるから反対しているんだね。そのようね。C 国が反対？なら正しいことですね。これからも奴らの嫌がることを積極的に実行しましょう。どんどん行きましょう。このように、C 国とロシアが日本のレールガン開発に反対していることを疑問視するコメントが多いんだ。疑問すぎるもの。本当この両国の存在の方が疑問だがな。ほんとよね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録、高評価お願いしますね。それでは、皆さん、また次の動画でお会いしましょう。